一番心配なんですけれどね。予選は B 組で6位でした。3つするスピンのうちの1つ。She excels is the circular footwork. He's going clockwise, which is a different direction than most. And look at the different directions and turns and difficult steps that he puts in this. Wanting to go to the Worlds in Moscow pretty badly. Так, Брайан Жубер занимает третье место вслед за Ван дер Перреном и Лай Сачиком. Отставание 5 баллов от Лай Сачика и 6 баллов от...高橋大輔が動き出します。ラフマニノフピアノ協奏曲第2番。この綺麗な氷で滑ってる時の彼のトレースを見てください。本当に綺麗なカーブを出して滑るんですよね。やはりそれだけ上にこうエッジから。それも全ては去年からの苦しい経験を積んだ結果刻まれたもの。トリノの
時にですね、練習中プルシェンコ選手と同じ公式練習だったんですけれども、いつも高橋選手のことをすごく気にして見てたんですよね。しっとりと切なく10代に別れを告げる高橋大輔のノクターン。オペラ座の怪人、4回転のトーループ、きれいに決まった。さあリンクはすべて高橋の時間。
даже трижды. Один раз был третьим и два раза вторым. ドリームオンアイスの舞台に帰ってきました日本男子フィギュア界のエース世界チャンピオン高橋大輔
ed è la passione di questo tango di Desiree Takahashi. What a move. プログラムで観客を引き込んでいきます。最後のジャンプ。トリプルフリップ。高橋大輔、情熱的にアルゼンチンタンゴ、ブエノスアイレスの春。一人で踊っているんですけれども、本当に横に女性と一緒に組んで踊っているような、そんな、はい、空気を醸し出してますね。トリプルフリップ、流れの中で高橋大輔らしいジャンプです。曲調が変わっても一つ一つの音を取ることはもちろんなんですが、さらに余韻を残すっていうのはやはりこの高橋選手ならではですね。情熱的にセクシー大輔、さあここからその高橋大輔ショータイムが、いやーこれは大きなアピールです。このステップの緩急の付け方も本当にうまいですね。
激しい動きなんですが本当に無駄がありません。これぞセクシー大輔本領発揮。信じてきた自分自身、笑顔に変わった高橋大輔。いけ、決めたコンビネーション、4回転3回転。男存分に表現されるこのステップです。高橋大輔、バイオリンのためのソナチネ。
今シーズンいろんなことがあると思うと高橋は言いました。落ち込んだり悩んだりする時間はない。何があっても前だけを、ソチだけを見ると強い決意を話してくれました。I like his skating so much. It's so heartfelt, no matter if he's having a great performance or a poor one. Takahashi さんはピアノの音色が非常に似合うスケーターだと思っています。過去にはですね、まあ、月光だったり、はい、アメリだったり、ラブレター、それからラフマニノフのピアノ協奏曲第2番といったように、彼はピアノの音楽でいくつも作品を作っています。はい、
ましたな。笑い事じゃありませんよ。なぜ盗みなど宮中から追放されるかもしれませんよ。私は私の死体を追放されるならそれまでだ。何を言ってるんです。あなたこそ帝になるべきお方だ。私のようなものが朱雀君にかなうと思うか。亡きお母上が聞いたら悲しまれます。当の中将、私は月なのだ。月の光は太陽にはかなわぬ。あ、もう光源氏様。私が愛したものは皆去っていく。幸せになることなく、ただ去っていく。誰一人幸せにできないのか、この私は。なぜ私は生まれて、なぜこの世に生きている。妖艶2019月明かりの如く。会場中が息を呑んで見つめていました。そんな中、戻ってきた高橋大輔。高橋大輔さんの演技でした。魅了した世界で唯一のステップです。
レーションスピン。シングルに別れを告げる4分間。高橋大輔、そして笑顔に変わります。演技でした。今後はどのようなペアになっていきたいと思いますか？探り探りかな。分かんない。どう思います？オンリーワンのチーム、もうどこのカップルにもない個性をお互い出し合って、本当にみんなから憧れるダンスカップルになれたらいいなと思ってます。頑張ります。